皆さんご機嫌いかがですか？オーストラリアシドニーで発行、シドニーでのライフスタイルのみを追求したオールカラーの無料日本語雑誌月刊ジャパラリアです。今回はジャパラリアの YouTube チャンネルでは初の試みとなるレストラン取材動画をお送りしたいと思います。月刊ジャパラリア2021年2月号の関東ポッツポイント特集で紹介したレストランの中の一軒です。というわけでやってまいりました。キングスクロス駅周辺に広がるサバーブ、ポッツポイント。コカ・コーラの大きな看板が世界的に有名なエリアです。看板の目の前のダーリングハーストロードを進みます。とすぐ道が二手に分かれていますが、左側のビクトリアロードではなく、そのままダーリングハーストロードを進んでください。右上に丸で囲んだ T のマークが見えますよね。こちら電車トレインの略で、ここがポッツポイントの最寄り駅、キングスクロス駅です。駅を通り過ぎてさらに進むと、右手に有名な噴水エル・アラメインがあり、ここで道が左側に曲がる地点で、同じ道なんですが、先ほどまでのダーリングハーストロードではなく、ここから通りの名前がマクレーストリートに変わります。そのまま進むとすぐ左手にあるのが今回の取材先、日本食レストランのブッシャリで、噴水のほとんど斜め目の前です。中に入ってみましょう。ちなみにブッシャリはニコール・キッドマンとキース・アーバン夫妻お気に入りとしても有名な人気の日本食レストランです。ここでジャパラリア関東グルメ特集担当のアキコさんを皆さんにご紹介します。はい、こちらジャパラリアの関東エリア特集担当のアキコさんです。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。アキコさんにはジャパラリア2021年1月号の市場コラム輝く女性たちのページにも登場してもらっていて、記事全文はこの投稿の概要欄に記載したリンクからもお読みいただけるようになっています。出された料理を真剣な表情で撮影中のアキコさん。メニューはまずランチがこんな感じで、こちらディナーのメニューになります。アラカルトのほか、裏面には2人からオーダー可能な1人80ドルのコースもあります。ご覧の通り、本日のスペシャルもあります。はい、では、撮影お疲れ様でした。お疲れ様でした。とりあえずでは、ビールでまず乾杯。乾杯ってことで。はい。どうぞ、飲んでください。はい、ありがとうございます。あ、美味しいです。仕事の後のビール、仕事の後のビールは格別ですね。なるほど、美味しいです。はい、はい、では撮影後のお待ちかねの試食タイム、うん、まずはバスグルーパーのこちらお刺身ですね。はい、そうですね、はい、じゃあアクちゃん早速行ってください。はい、いただきます。うん、ちょっと大根おろしですね。はい、うん、どうですか、どんな新鮮で、すごい魚の本来の甘みがあって美味しいです。ああ、なるほど、うん、堪能してください、はい。バスグローバーという旗が皿が透けて見えるほどに薄く切られ、綺麗な花のように並べられたディナーメニューの刺身の薄作り、おろしポン酢にくぐらせて口に運べば程よい歯ごたえと上品な白身の味が広がり、至福の時
味覚が冴えている日本人にぴったりの一品です。はい、続いてこちらはナス田楽ですね。はい、いただいてみたいと思います。どうぞ置いてください。いただきます。それは何味ですか？お味噌の味ですけど、白味噌。白味噌ですね。はい。すごいあっさりとしてて美味しいです。二色、だから二色使いってことですよね。そうですね。二色っぽい方とするんですかね。じゃあもう一つ、はい、赤味噌の方行ってみてください。うん。赤味噌も。全然違います。赤味噌。赤味噌も。はい、濃厚で美味しいです。どっちが美味しいということはなく、両方とも。両方とも美味しい。美味しい、なるほど、はい、赤味噌と京風白味噌の2種類の田楽味噌が楽しめるディナーメニューのナス田楽。少し焦げ目がつく程度に焼かれ、中はとろっとしたナスがたまりません。食べやすいようにカットしてあり、火加減も絶妙で、自宅ではなかなかこうはいきません。日本酒などに最高に合います。続きまして、鴨の胸肉のグリル、美味しそうですね。美味しそうですね。それでは、こさん、はい、どうぞ置いてください。行ってみます。わー、美味しそうです。うん、美味しいです。いいですか？はい、油の乗り具合とかとてもいいです。バッチリですか？本当に、いいです。うん、見てるだけで本当に美味しそうですね。うん、美味しいです。うん、ロックソルトを少しつけていただくと、油が乗っていて鴨ならではの濃厚な風味が広がるディナーメニューの鴨胸肉のグリル。鴨肉にはビタミン A と B、 鉄分などが豊富に含まれているので、生活習慣病の予防にも最適。付け合わせのネギもこんがり焼かれていてビーミー。はい、お次はランチメニューから、チラシ寿司ですね。バラチラシ寿司みたいな、ね、ですね。はい、はい、ではいただきます。行ってみてください。はい、お醤油とかかけなくていいんですか？あ、そうですね、お醤油かけましょうね。まず、はい、あ、お醤油もなんかちょっとお刺身醤油でちょっとかけます。はい、はい、とろっと、はい、いただきます。ください。うん、いい感じ。おいしいです。チラシにお刺身のピースがすごい大きくて、お刺身が何、いろんなお魚が、ね、うんですね、マグロとかサーモンとかですかね。うん、なるほど。すごい歯ごたえが美味しいです。新鮮です。美味しい、うん、です。寿司飯の上にマグロ、サーモン、ハマチ、イカなどの大ぶりの刺身が、とびこやサイコロ状にカットした卵焼き、アボカド、キュウリとともに贅沢にトッピングされている人気のランチメニュー、チラシポケ。刺身の鮮度はどれも抜群で、チラシで食べるのがもったいないと思うほどだし、軽く漬けにしてあり、ごまもかかっているので、醤油なしでそのままいただけます。はい、それではもう一品、こちらもランチからなんですけど、はい、これは何でしょう？これはそうですね、ソーティス天ぷらですね。天ぷら、エビの天ぷらとオクラの天ぷらが入ってます。はい。はい、こちらはサーモン刺身とサーモンアボカドロールが入ってます。サーモンアボカドロール。はい、そしてあのもう一品、右側の、ね、はい、こちらはグリルのポテトとズッキーニかな。あ、野菜のグリルが入ってるってことですね。そうですね、枝豆も入ってます。はい、では後でゆっくり堪能しましょう。はい、うん、サーモンの刺身にサーモンアボカドロールとロースト野菜がついて、メインを7種類から選べるお得なお弁当物が人気の充実のランチメニューから、天ぷら弁当。大きなエビが2本にオクラやベイビーコーン、人参などの野菜が入っており、お好みで天つゆ、抹茶塩、レモンを絞っていただきます。天ぷらはどれもサクサクで軽い仕上がり。はい、ということで全て、美味しく食べ終わりましたが、いかがでしたか、とっても美味しかったですね。特にこれがあきこさんのツボだったとか。そうですね、刺身が特に美味しかったですね。刺身、はい、なんかあのおろしポン酢に結構ハマってましたね。あ、そうですね、美味しかったです。さっぱりと届けて。なるほど、はい、こちらのお店はもうお客さんとしてももうあきこさん何回か、はい、もちろん見ております、ね、あの、はい、寿司シェフの方もご存知だし、はい、はい、そうですね。じゃあ皆さんにあのちょっとお推薦のコメントじゃないけど、もしあれば、はい、
そうですね、スポイント、そうですね、なかなか美味しい日本食レストランもシドニーには数少ないので、こちらは本当におすすめなので、ぜひ皆さん来てください。はい、じゃあありがとうございました。取材お疲れ様でした。どうも。ジャパラリア2021年2月号に掲載されたブッシャリの紹介記事は、この投稿の概要欄に記載したリンクからもお読みいただけるようになっていて、そこにお店の所在地や電話番号なども書かれてありますので、シドニーでブッシャリに食事に行きたいと思われる方は、ぜひそちらもご参考を。それではご視聴ありがとうございました。よろしければ次回もまたぜひご覧ください。